ユン・ソン・ヨル大統領は24日、国賓訪問するアメリカに向けて出発しました韓米首脳会談をはじめとした一連の協議で安全保障と経済分野で実質的な成果が出せるか注目されます現地時間の26日に行われる韓米首脳会談で最優先となる議題は 核の脅威が発生した際にアメリカが核資産を提供する拡大抑止の実効的な強化ですユン大統領は訪米前のロイター通信とのインタビューで NATO 以上に強力な対応の準備が必要だと語っています NATO= 北大西洋条約機構には加盟国がアメリカの核兵器を共同運用する仕組みがあり 5カカ国にアメリカの核兵器が配備されています韓半島についてはこれまでどおり核の配備はしないもののアメリカが実際に核を使用する段階で韓国の意見を反映することなどを拡大抑止の手続きとして明文化することなどが議論される可能性があると見られています経済分野ではアメリカが主導する新たなサプライチェーン構築への参加や 両国ののの技術協力の強化などについて話し合われれるものとみられます安全保障と経済の両面でアメリカとの協力を強化することが今回の首脳会談の主な狙いになる一方で中国やロシアからの反発を避けつつアメリカによる中国とロシアへの牽制にどう協力するか巧みなバランス感覚が求められています。